やったれやったれ、1515155、匿名さん10個55、1515155、アンチは死にやがれ、1515155、78号死にやがれ、1515155、ヨシエルも死にやがれ、1515155。やめて、すいません。あ、スペシャルハートありがとうございます。僕なんかにありがとうございます。本当に連れてくのっつうか、どうしよう、一人で行く、なんか叩かれちゃうから、かわいそうだから、俺だけ叩かれた。死んで、ちょっと体調悪いしな、どうしようかな。体調悪いし、もういっか。好き好き。ごめんね。ありがとうございます。今日は死んで、ちょっとね、どうしよう、道調べてみるわ。14分でいけるな。ユタポンいらっしゃい。地震大丈夫？昨日もあったよね、地震。ライさん、100個ありがとうございます。ライさん。もうライさんしかいなくて、投げてくれる人が。ライさん、お願いします。すいません、ライさん。みんなに復縁した叩かれて、ファンタスティックありがとうございます。ライさん、ユマルに美味しいご飯食べさせてあげたくて、ありがとうございます。こんな情けないやつですいません。いじめられっ子なんで。ユタボンさんもありがとうございます。1515155、1515155、ユタポンさん、ジャンボパフェ2発ありがとう。1551515、ありがとうございます。あー、すごいじゃん、ユタポン社長。ありがとうございます。あ、男性が投げてくれるのかな。いやー、ジャンボパフェ、ありがとうございます。ジャンボパフェ、ありがとうございます。あ、すごいじゃん、爆投げ。もっと楽しそうに、なんかバカにしてるようになっちゃうんでやめときます。ありがとうございます、爆投げ。ファンタスティック、あー、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい人だ。ありがとうございます。すごい人が投げてくれた。あ、いいんですか、匿名さんも。ごめんね、ちょっともうダメかもしれない。俺もうさすがに。あー、ありがとうございます。ありがとう。あ、ファンタスティックいいんすか、こんな僕に。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。お願いされたのかな。行こっか。どこに行きます、ライさん。ユマルんとこっすか。行きます。どこ行きます。心霊っすか。
ライさん、ミコの家テロデスいらなくなっちゃった。ライさん、いやそんなことないよ、もう申し訳なくて、そう言えなくて、ありがとうね匿名さん。ゼロワンに行こう、どういうことだろう。ゼロワンに行こう、あー俺がもうライさんしかいなくてっていう言い方しちゃったから、そういうことじゃないです、すいません。いやもう十分投げてもらったよ、もう。いやみんな、そんなみんないなくならないでよって言えないけど、今駐車場、いやコンビニにいるけど、延長しろ、まだ叩き足りない、もう十分叩いたんじゃない、まだ言うことある、まだ叩きたい、死んでみたいよ、行くか、じゃあドカノメちゃん、ドカノメちゃんに俺なんかひどいこと言った、ひどいこと言った俺ドカノメちゃんに、行くぜ、あーありがとうございます、もうどんどん来てください、匿名さんありがとうございます、花火、じゃあもうちょっと、もうちょっとやるか、ドカノメちゃんじゃないよね、ありがとうね、昨日一番投げてくれた人ありがとうございます、ごめんね、こんな予定じゃなかった、本当にライさんブロックね、リスナーの悪口、ゼロワン行くよ、お願いします、いいっすか、聞きます、来訪発射来た、ファンタスティック、ありがとうございます、ありがとうございます、すいません、ありがとうございます、いや若い、あーファンタスティック、ありがとうございます、すごい、うわー300発マジか、ありがとうございます、すごいわ、うわー倍も出てる、ありがとうございます、ライさん、あら、行っちゃった、ごめんなさい、匿名さん、ありがとうございます、ありがとうございます、うわーすごい、ありがとうございます、700発、ありがとうございます、やばいなー、あー800発マジですごい、あ、一個ありがとうございます。ちょっと、ゆまちゃん、どうするの？ありがとうございます、900発。いやー、これ1000発。ありがとうございます。ありがとうございます。1000発、一人で。もっと投げないで、もう大丈夫です。じゃあもう、ゆまちゃんとこ行く、ちょっとゆまるんとこ行く、死んで行かないのか、いや一緒に行こうかなって、一緒に行ってみようよ、俺自分の配信で一緒にやったことないから、それでどうなるかちょっと やってみるんだ、うん、一緒にちょっと一緒にちょっと行ってみるよ、案外面白いかもしれないじゃん、案外、ちょマジできつい、うちのタヌキ本当にもう、あ、ありがとうございます、花火。マジできついわ。俺も全力で叩いてくるし、彼女も叩いてくるし、もう本当にきつい。マジできつい。マジ効くわ、ここまでやられると。幸せに？うん。ちょっとお腹痛くなってきた。タヌキ762号サンザマー。
疲れ様、必要ないってことが分かりました。なんでそんなこと言うの。ちょっと待ってよ、ねえ、必要なくないよ、ちょっとやめてよ、ねえ。いや、ごめんなさい。いや、マジで無理だ、この子は。いつもいてくれる子だもん。ごめんなさい。ごめんね。ごめんね、ちょっと許して。いや、一人で死んでいく。一人で死んでいくから、ごめんね。いつも支えてくれてるんだから。ごめんね。匿名さん。嘘つくの、あ、すいません、僕は悪いです。ごめんなさい、匿名さん。ねえ、さっきの子いる？ごめんね。なんで嘘つい、ちょっと言いづらくて。言いづらかったから。ごめんね。すいません。いや、ドカノメちゃんじゃないけど、俺の、いつもいてくれるような子。支えだよ、心の。ごめんね。死んでいくなら、はい、ちょっと行ってみます。カバ帰れや。聖児じゃないぞ俺、カバオじゃないよ。ねえ、匿名さんいる？いや、俺リスナーいらないなんて言ってないんだよ。いや、そんなこと、厚かましいこと言える今状況じゃないからってこと。状況じゃないじゃん、そんなこと。だから言いづらいんだよ、こんな状況だからさ、みんなに。これでも応援してなんて言えないよ。言いたいことわかるかな。謝るしかできないよ。ね、匿名さん、コメントしてくれる？いや、応援するなってことじゃなくて、こんな復縁した状況で応援してください、ちょっと言いづらいってことですよ。応援してくださいちょっと言いづらくて、申し訳ないくて。さよなら、タータもさよならしちゃうの？わかりました、お時間ください。ありがとう。ちょっと絶対的なリスナーまでこうなるってちょっと相当やばいな。絶対的な